はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の微分係数と導関数丸1をお送りします。で、ここからね、新しい章のスタートで、まあ、微分積分、まあ、微積ですね、をここからやっていきます。で、まあ、そのスタート動画です。で、今回はポイントがなしで問題が全部で7問ありますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって分かんないのがあれば、今からね、全部やっていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まず最初、今回覚えてほしいのは2つです。で、1つが平均変化率、これで、もう1個が極限値です。その出し方を覚えてください。で、まず1番の平均変化率なんですけど、これ中学校でやってた変化の割合です。だから結局 x の増加量分の y の増加量で出るんです。それで出すことができる。で、これは両方2次関数なんですけど、今回ちゃんと一応やります。増加量分の増加量で。で、どうやるかっていうと、x が1から3でしょ。だから、x の増加量は 3-1 です。こうやって。で、y の増加量は3の時、y は9です。2乗するから。9、マイナス1の時は1の2乗なんで1になります。で、計算して、2分の8、つまり、4ですよっていう感じです。っていう。で、正直、中学校の時にね、二次関数の変化の割合出そうと思ったら技があったじゃん。で、何の技かっていうと、x が1から3に変わるとき、まあ、変化するときに、これのね、変化の割合いくつって言われたら、こことここを足して、ここをかけるんだよね。だから1たす3で4でしょ ?4 かける1で4みたいな。それでいいんだよ、本当は。いいんだけど、その平均変化率が x の増加量分の y の増加量を出してるんだってことは絶対覚えてください。これに関しては。いいかな?で、2番はその技使ったら速攻解けるんですけど、ちゃんとやります。で、こっちは x が a から b です。文字ですね。ちょっとめんどくさいと。で、これもやっていくと、ちょっと左詰めますね。これ多分計算結構必要なので。で、b から a か。あ、b から、a から b だから、b マイナス a。これが x の増加量です。で、y の増加量は、まず b を入れたやつ。ここにね。だから、2b2 乗マイナス1。2b2 乗マイナス1です。ね。で、引く a を入れた時だから、2a2 乗マイナス1とこうなります。で、分子。上をね、ちょっと計算していくと、1は消えるんだよね。だけど、2b2 乗、マイナス 2a2 乗が残るんで、ちょっと2でくくります。で、こうなる。分子ね。あ、まあ、2でくくっただけ、残ったの。で、この括弧なんか因数分解できるので、で、2括弧、b プラス a と b マイナス a と、こうなります。で、ここがね、丸ごと約分できるの。同じだから消すことができると。で、分母消えるんで、残ったのが、2、括弧、b プラス a。これが変化の割合じゃなくて、ごめん、ちゃった。平均変化率になります。で、もちろん、2、括弧、a たす b でもいいからね。そこは大丈夫。で、さっきも言ったように、2次関数じゃん、これも、結局。だから、a と b 足して、2をかければいいの。だから、a たす b で2をかけたから、こうなるんだけど、本当はね。でもそうやって増加量分の増加量を使って出してんだと、平均変化率は。っていうのをね、覚えておいてください。で、もちろん平均変化率も大事なんですが、こっちの方が絶対大事です。極限値。ね、極限値。新しい言葉ですね。で、まあ読み方先生いろいろあると思うんですけど、まあリミット。これリミットって言うんですけど、リムね。リミット。x が3に近づくときの x2 乗マイナス1です。で、これどういうことかっていうと、これイメージで覚えておいて。極限値。これね、x2 乗マイナス1書こうと思ったらこういうグラフです。まあね、下に通すの。2次関数だから。で、それが限りなく x が、x だよ。x が3のポジションに近づくとき、この中の。多分3だとね、ちょっと右側の、まあこの辺になるかな。そこに近づいてったときに、いくつに近づきますかっていうのが極限値なの。だから、近づくって言ってるから、そこにはたどり着いてないんだよ。限りなく近いけど。でも、結局は、もうイメージね。x が3の時、こいついくつなので OK、解き方は。だから、実際、ここの x に3を入れるじゃん。サザンが9、マイナス1、9-1は8でしょ。
終了です。解き方は超楽でも極限値がどういうものなのかってさっきね限りなく近づいてる x が3にの時いくつに近づきますかっていうことなんだってのは覚えてください。極限値がいいね。で次がリミット h が0に近づく時3プラス 2h です。でこれも h に0を代入すればいい結局で、ここ代入すると0になるから残るの3でしょ、終了っていう。どんどん行こう。次、リミットね、x が2に近づく時の素因だから2を代入します。2を代入すると1分の3つまり3になるよっていう。で、気をつけなきゃいけないのが次です。ここ h が0に近づきます、リミットね。で、h 分の h2 乗プラス 3h なんですけど、これ普通に入れると分母0になるんだよね。で、分子も0になる。あ、0じゃんってなるんですが、これ NG です。で、なぜかっていうと、これこっちもそうなんですけど、入れた時に0が出てきた場合、てかまあその前に約分できるんだったら約分してっていう、必ず簡単にする。で、今回全部3ポジション全部に h があるので一気に約分できる。俺よく同時約分って呼びますけど、これこことこことここ約分するの。ちょっとここ2だったね、結構間違えちゃった。だから分子は消えるので、リミット h が0に近づきます。で、分数じゃなくなる。ここは h が残るから h プラス3になります。約分しただけね。で、こうなってから入れるの0で、入れると0たす3だから3になるよね。つまりこれ答え3なんです。これ極限値求めるとき非常に気をつけてください。0になったら怪しいと思った方がいい。で、次です。で、次こうなってて、これもね、2を入れるとこことかここが0になる。つまり分母分子全部0になっちゃうんですけど、見てわかるようにここが約分できる。こうやってだから消してしまってください。で、消してしまってから2を入れる。で、そうするとどうなるかっていうと、下が2プラス1なんで3です。分の下が、上が2の2乗足す2だから4足す2で6引くだから5か。で、これで OK だよと。いいかな。この先も極限値出てきますけど、まずこういう風にやっていく、まあ、こういうものなんだっていうのを今回ね、ぜひ覚えておいてください。では今回は高校数学数2の微分係数と導関数丸1をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回まだ丸2、丸3まで一応このタイトル続くつもりなので、もしよかったらね、次回の方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。